俺の名前は森野健太郎。年齢は40だ。裏の世界で生きている。おい、無能おっさん。何ちんたらやってんだよ。見ていて不愉快なんですけど。この通り、組からは無能のおっさん扱いされていた。それも仕方ないことなのだ。実は少し訳ありで組に入ったばかりだったからだ。40歳とはいえ、新入りには違いない。下っ端組員として体に鞭打って下働きをこなす毎日を送っていた。だがこの年齢で下働きをしているというだけの理由で、どんなに頑張っても若い組員たちから無能と罵られていた。この日も組が経営するしのぎの仕事を任されていたのだが、突然若い組員に腰を蹴られたのだ。わりわり足が当たった。でもこれはおっさんが悪いよな。こっちはテキパキやってるのに、おっさんがチンたらやってるからぶつかるんだよ。すみません。特にこれといった経歴もないくせに、そんな年で組に入ってきやがって。一緒に仕事されるとこっちが迷惑被るんだよな。早くやりますから。口で言うだけなら簡単なんだよ。てか、おっさんの顔が気持ち悪い。なんだよその火傷の音。視界に入るだけで迷惑なんだよ、この子がいめ。そう、俺の顔には大きな火傷の跡がある。若い時に負ったものだ。顔の半分、額から顎にかけてひどくただれている。このせいで組での扱いが余計に悪くなることを痛感していた。せめて顔は整形して視界への害をなくしてくれたらいいのにな。若い組員はそう言い放つと、もう一度俺の腰に蹴りを入れた。蹴りをまともに受けてその場に倒れてしまった。周囲には他の組員もいたのだが、俺を助けようとする者はいなかった。むしろみんなで俺を笑っていたくらいだ。おい無能、さっさと立てよ。これくらいで泣いてるようじゃここではやっていけないぞ。うん、そうだ。おいみんな、この無能にやってほしい仕事はないか。面倒な仕事は全部こいつに押し付けちゃおうぜ。賛成。まずは全部の部屋の掃除を頼むぜ。それから資材の搬入なんかも全部やらせたらいいんじゃね。いいねいいね。資材の点検、配置も頼むぜ。体力をつけていただくためにも積極的に重いものを持ってもらわないとな。待ってください。そんなにたくさんの仕事を今日中には終わりませんよ。まだ自分の仕事も終わっていない状態で。は？理由つけてやらないっていうの？無能なんだから、せめて下働きくらいはちゃんとやれ。無能のおっさんを食ってやってるこっちの身にもなれっての。その時、日高という組員が現れた。俺と年が近く、37歳だ。おいおい、そのくらいにしておけよ。なんだよおっさん、文句あんのか？森野が困っているだろう。そういう正義感はいらねえんだよ。そうやっていい人ぶっているから、てめえもおっさんなのにいつまでも出世できないんだろうが。なんとでも言ってくれ。腹立つからひどい目に遭わせてやりたいところだが、あの無能のおっさんと一緒に俺らの仕事を肩代わりするなら見逃してやるよ。せいぜいおっさん同士で力を合わせるんだな。じゃあとはよろしく。俺のせいで日高も若い組員たちの仕事を押し付けられる羽目になってしまったが、彼は嫌な顔一つせず引き受けてくれた。すみません先輩、俺のせいで。日高の実年齢は俺よりも下だが、彼の方が組に属している年数が長いため先輩と呼んでいた。そんなこと気にする必要はねえんだよ。ったく、最近の若い奴らは調子に乗ってるよな。いえ、俺が新入りであることに変わりはありませんから、組がこんなだなんて。
俺の想像以上に大変な場所でした。なんだ？弱音か？なんというか、俺にはこれ以上無理なんじゃないかって、これからどうしたらいいのかわかりません。やっぱり年もいっているし、組に入ったところで俺には何もできないのかなと。何言ってやがるんだよ。自分の意思で組に入ったんだろ？そんなの諦めたらもったいないだろうがよ。ありがとうございます。こんな俺に優しい言葉をかけてくれるのは先輩だけですよ。ま、これからもコツコツ頑張れ。なんかあったらいつでも頼ってくれよ。俺たちは組という絆で結ばれた家族のようなものじゃないか。先輩は人情に厚く、心優しい男だった。それゆえに、年下からは舐められていて、俺ほどではないものの、あまりいい扱いを受けていなかった。だが、自分も大変なのに、新入りの俺のことをいつも気にかけてくれていて、俺は先輩に感謝の気持ちを持っていた。そんな毎日を過ごす中、トラブルが起きてしまった。ある日、事務所で仕事をしていると、若い組員たちが慌てた様子で走り込んできた。大変だ、誰か来てくれよ。日高が他の組のやつとトラブった。その知らせを聞いて真っ先に立ち上がったのが組長だった。他の組？それが前からうちの組と因縁があるところで。相手の組の名前を聞いて、その場にいる組員たちの表情が凍りついた。長年の因縁がある組とのトラブルを起こしてしまったのだから、当然の反応だろう。俺がいる時でよかったよ。向かうとしよう。お前ら、仕事を中断して、ついてきてくれ。俺も現場に向かうことになった。組長に命じられなかったとしても、向かっていただろう。唯一、俺に優しくしてくれた先輩の危機なのだから。若い組員に案内されて向かうと、先輩がこわもての男性と取っ組み合いをしていた。おい、やめろよ。ふざけんなよ。言いがかりつけてきやがって。そっちがうちの組の敷地に勝手に駐車したから注意しただけだ。俺は喧嘩したいわけじゃないんだよ。車をどかしてくれたらそれで。うるせえ。近くの店に用があるんだよ。ちょっと駐車するくらいいいだろうがよ。言い争いのきっかけは些細なことのようだった。だが向こうの組員はとても興奮していて、今にも先輩に殴りかかりそうな勢いだった。組長が声を荒げた。やめろ。だがその前に向こうの組員が拳を振り上げた。俺は考えるのをやめて走り出していた。次の瞬間には向こうの組員を取り押さえていた。力を加減しながら折れない程度に手首をひねって動きを止めさせたのだ。えっ、なんだよ。先輩に手を出すな。おとなしく帰るって言うなら解放してやる。だがそうじゃないって言うなら、この腕がどうなっても俺は知らない。くそ、なんだこの力。おとなしく帰るか。いて、わかった、わかったから、もう話せ。先輩はな、てめえがうちの組とのトラブルに巻き込まれないようにと思って、車をどかすようにと言ったんだよ。他の組にもかかわらず、親切心でやったんだ。それが理解できたか。はい、感謝していますから。情けねえな。もういい、帰れ。そいつを解放してやった。するとそいつは振り返って俺の顔を見た。至近距離まで顔を近づけて睨みつけると、その表情がみるみるうちに青ざめていった。まさかお前二条か。ああ、そうだ。俺はこの組の味方だ。俺が怖いと思うなら、うちには手を出さないでもらいたい。それができないなら、俺一人でも
お前の組に乗り込む。わかった。帰ったらこのことを組の連中に伝える。もうお前のところには手を出さないように説得する。ああ、ぜひそうしてくれ。それと、敷地に勝手に駐車して悪かった。そっちの組員に突っかかったのも悪かった。きちんと謝ったから、今回のことは水に流してくれ。それじゃあそういうことで、もう会うこともねえだろうよ。彼はそそくさと車に乗り込み、まるで逃げるように去っていった。仲間を振り返ると、組長と先輩まで顔を真っ青にしていた。なぜあなたがここに？二条ってあの二条なのか？今までは名前を偽って組にいた。若い組員は全く訳がわからないようだった。おいおい、どういうことだよ。ひどくまでどうしちゃったんだよ。このおっさんがちょっと活躍したからってビビりすぎなんじゃん。口を慎め、この愚か者。二条について知らないのも無理はない。お前は若いからな。だがせめて空気を読んで黙っていろ。まさかこんな形で俺の正体がバレてしまうとはな。組長、先輩、そんなにかしこまらないでください。俺は俺です。詳しいことは事務所に戻ったらお話しさせていただきますから。狐につままれたような表情をしている若い組員を連れて事務所に戻ると、組長が重い口を開いた。二条、かなり腕の立つ男だ。この辺じゃ喧嘩をして二条に勝てる奴はいないと伝説になったくらいだ。俺も名前だけは知っています。数十年前の話だそうですが、あまりに強いからこの地域のヤクザを束ねていたんだとか。この地域では有名な奴だった。それだけじゃない。本来なら俺ではなく二条がこの組の組長になるはずだった。なんか強くてすげえやつがいたってことは分かりました。でもそれがこのおっさんとどう関係するのか。お前はどこまで察しが悪いんだ。ここにいらっしゃる方が二条だ。どういうわけか今まで森野健太郎と名乗っていたが、その正体は伝説の二条なんだ。組長は立ち上がって俺に近づいた。顔をよく見せていただいても構いませんよ。やっぱり二条だ。お久しぶりです。やけどの跡があって顔が変わっていたからずっとあなただと気づけませんでした。同じ組にいながら申し訳ありません。いや、そんなことは気にしなくていい。さっき俺が取り押さえたやつだが、彼とは大昔に会ったことがある。多分至近距離で顔を見たから気づいたんだろう。あいつが気づいて俺の本名を呼ばなかったら、まだ正体を明かしたりはしなかった。正体を隠していた俺が悪いんだ。あなたは俺の先輩だった方です。でもあなたは20代の時に忽然と姿を消してしまった。だから代わりに俺が組長を務めてまいりました。教えてください。どうして若い時にいなくなったのですか。それなのに今になって正体を隠して現れたわけも正直わかりません。若い時何も言わずに組を出て悪かったな。姿を消す直前、他の組の奴らと大喧嘩をしたんだよ。向こうはかなりの人数を用意していた。さすがにかなわなかったんだ。それで大やけどを負った。その顔に残っているのがその時の。あの時は俺も若かったから顔面に一生消えないような跡ができてかなりショックだった。塞ぎ込んでたよ。だが同時にチャンスだと思ったんだ。チャンスって？実はその前から芸術の世界に惹かれていた。力に任せてこの世界を生き抜いてきたんだが、大人になって全然違う世界に憧れてしまったんだよ。
だから、やけどの後でちょっと見たくらいじゃ、同一人物だとわからないことを逆手に取った。当時は今のように監視カメラもなきゃ、携帯もネットもなかった。顔さえ変われば逃げることもできたんだよ。ひっそり、俺らとの関係を清算されたのですね。裏の世界から足を洗ったわけだが、生活は一気に苦しくなったよ。ポットでの俺の作品を気にかけてくれる人なんていなかったからな。それでも、芸術とアルバイトをしながら、つつましく生きて幸せだった。この地域で最強と言われた二条がそんな生活をしていたなんて、どうしてもわからないことがあります。お言葉ですが、満足していたなら、そのまま芸術の世界で生きていればよかったのでは？やけどを利用してまで足を洗ったのに、こっちの世界に戻ってきた理由がわかりません。俺も同意見です。どうして名前を偽ってまで組に戻ってきたのですか？しかも下っ端の新入りとして。噂で聞いたんだ。この組の若い組員の風紀が乱れていて、自分より下の立場、つまり新入りをいびってひどいことばかりしていると。その通りだ。力があると勘違いして、無駄に他の組に喧嘩を仕掛ける割には、内部の絆が薄くなっているとも聞いた。昔は家族のような絆があったのに、今は口では兄貴とか呼ぶものの、お互いを蹴落とそうとしているそうじゃねえか。はい、そうなっているのは俺もわかっています。いや、あなたが謝ることじゃない。俺が若かった頃とは時代が違うのだから、仕方ない面もあるのはわかっている。だが、俺が若い頃を過ごした組がそうなっているのは、なんか寂しかったんだよ。それで戻られたのですか？ああ、新入りのふりをして実情を探っていた。昔から自分が破天荒なのは自覚している。変な奴だと思いたければ、そう思ってくれて構わない。若い組員の実情を知りながら、何もできなくて申し訳ない。本当に謝る必要はない。新入りのふりをしていた時、毎日のように若い組員にひどいことをされた。俺もこんな状況を変えれるのかと絶望したんだ。それであんなに苦しそうだったんですね。組長、元先輩としてお願いがあります。なんだ？日高先輩を幹部に昇格させてください。え、どうして俺なんかが。日高先輩は今時珍しく、義理人情を大切にする男だ。俺が若い組員の実情を見て絶望している時、先輩だけが励ましてくれた。若かった頃、俺に媚びを売る連中はいっぱいいたが、強さを見せずとも、優しくしてくれたのは先輩だけだ。そんな、それが当たり前だろう。だが、今の時代だと、先輩のような性格は、ある程度の力を持っていないと、損をするのだと感じた。ここまでは先輩がどんなに強い気持ちを持っていても、若い子には通用しない。そこで、実際に力を与える、というわけですね。ああ、先輩に幹部を任せてみてほしい。彼が力を持って、みんなを導く立場になれば、きっと組を変えられる。つまり、日高先輩は俺が見込んだ男なんだ。お願いします、組長。わかった。俺が何とかしよう。日高が幹部になって、若い連中を率いることができるようにな。そんな。大出世だな、日高。二条の話を聞いて、お前に対する見方が変わったよ。期待している。ちょっといいっすか。俺もいるんすけど。なんだ。本名は二条さんでしたっけ。これまであなたの正体を知らずにすみませんでした。おっさんとか無能とか、とんでもないことを言ってしまいました。二条さんは無能なんかじゃありません。
てめえが他の若い連中にひどいことをさせていたんだろうが。でも今日のお話を聞いて考えが変わったんです。これからは日高先輩の言うことを聞きます。行いを正します。だから俺も昇格できるように組長を説得していただけませんか。ずうずうしくも彼は昇格をお願いしてきたのだ。もちろん答えは決まっていた。お前には100年早い。俺が新入りだと思ってこれまで散々無能だとひどいことを言ってきただろう。それは申し訳ないと思っています。やっぱり許してもらうのは難しいっすかね。新入りのふりをしていたとはいえ、されたことを許すつもりはない。仕事を押し付けられることも多かった。お前のようなやつに組の大事な部分を任せられると思うか。俺のやっていた下働きを真面目にこなしてから上に立ちたいと言うんだな。そうだな、少なくとも俺の年齢になるまでは下働きをやってもらおう。分かったらもう仕事に戻れ。若い組員は走って事務所から出て行った。これで少しは懲りただろうか。彼の背中を見送っていると日高先輩が自信なさげに笑った。とても嬉しいお話ですが、俺に務まるのかどうか。コツコツ頑張れ。こう言ってくれたのは先輩だったでしょ。それもそうだったな。先輩、どうかお願いします。若い世代には若い世代のやり方ってものがあるとは思います。でも新入りいびりをするのは絶対に間違っている。弱い者に対して威張るような若い組員が多くなってやっぱり悲しいんだ。この組を変えてほしいんです。わかりました。俺にできる範囲に頑張っていきます。兄貴分が弟分を正しい道に導く家族のような強い絆がある、そんな組に変えていってほしい。わかりました。組長が見守る中、俺は日高先輩と固い握手を交わした。それじゃあ、優秀な人材も見つかったことですし、俺はアルバイトと芸術の毎日に戻ってもいいでしょうか。戻ってしまうのですか。できることならまだこの組にいてほしいのですが。幹部になった日高先輩と組長、あなたたちがいるならこの組は大丈夫だと思っている。俺は遠くから見守っているよ、ずっと。そうして俺は事務所を去ったのだった。20代の時にそうしたように今回も組を抜けてしまったのだが、俺に優しくしてくれた先輩が大出世する姿を見れたのだから悔いはない。その数ヶ月後、俺の住む小さな家を訪ねてくる人がいた。日高先輩だった。俺は今でも彼を先輩だと思っている。だから彼の前では未だに敬語が抜けない。正式に幹部になって忙しそうですね。その後、組の様子はどうですか。森野健太郎が実は伝説の二条だったってことが知れ渡って大騒ぎになったよ。もう健太郎を無能だなんて言うやつは一人もいない。健太郎に戻ってきてほしいという声も多いんだ。そうなればうちの組は最強だってな。嬉しいがもう戻る気はない。組長もまだ諦めてない感じなんだぜ。健太郎がその気になってくれたら一緒に組を回していきたいとは口癖のように言っている。組長が2人、そんな感じでやっていくのが理想らしい。俺自身も健太郎が戻ってくれたら頼もしいんだがな。俺はゆったりと芸術作品を作る生活を続けたいんだよ。そう言うと思った。まあ伝説として語り継がれながら
ひっそりと好きなことをして生きるのもいい人生だよ。俺にひどいことをしてきた若いやつはどうなった？今は仕事を押し付けることもなくなって、というより仕事を押し付ける相手がいなくなって、前に健太郎がやっていた下働きの仕事に追われる日々だよ。俺にははっきり言われたこともあってか、少しは更生しているように見えるけどな。どうしようもない奴だったが、考えを改めるのを待っているとするか。だが、二条のことが知れ渡ってから、組の雰囲気が良くなってきたよ。二条伝説があってこそだな。それは違う。先輩が幹部になったことで、あなたの義理人情がみんなに伝わっているんです。まだ自信が持てないのが正直なところだけどな。もともと、下っ端同然だった俺が、いきなり出世したんだから。あの時の先輩の優しさが今に繋がっています。だから自信を持ってください。どんな世界に生きていても、他者を思いやれる人には道が開かれる。俺はそう信じていますから。先輩が幹部になれたのは、あなたが持っているものが素晴らしいからですよ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。